夏場に旬を迎える福岡の海の味覚、岩垣。し、し、生産者が頭を悩ませるのが、栄養を奪うむ、ルナイの存在だ。そんな、厄介物が、今、肉厚の食感、旨味の強さを生かし、地元の料理店で、第二のランドとして提供され始めている。坂本名と、リポーター、糸島市の新町漁港です。 これから、ガキの養殖場に案内してもらいます漁港を発して、約5分、養殖イカダに到着し、水揚げのよう、お見せてもらうことに。これは、カキです。ね。アクアグローバルフーズ、岡崎哲也工場。こちらは、カキなんですけど、これが、ムール貝、すネ、ね、20個とか10個とかついてるのもありますね。ルガイとは、ヨーロッパ。 地中海原産で大型の船底に付着するなどして世界中に広がっかいパエリアやパスタ料理の具材になるなど2なら喜ばれるはずのムール街だが夏季の3社にとっては生育を妨げる厄介者アクアローバルフーズ岡崎哲也工場長夏季のエイを取っちゃうのでどちらかといえば厄介者すね今までは やっぱり製品としては使って、買ったですね。出荷までの処理に手間がかか、こともあり、これまではほとんど廃棄されていた。前、少量だけ出荷した経験もあるとのことだ。見向きもされなかった。そんな捨てられるが、の、ムール貝に目をつけたのが、糸島市の養殖、ストラン、アムール。糸島漁協から仕入れるるとを作り、2020年からムール貝を使った料理を、日下げ、している。アムール。 高野広大シェフ、地中海、外国のムール貝で調理をやっていたんです。ど、糸島でも取れるよという話を聞いて、コロになって売り上げとかも落ちてきたので、何かを練らないとということで始めました冷凍。輸入物に比べ、肉厚の食感で、旨味が強い。島さん、ムール貝がこんな料理に。アムール、こう、広大シェフ、こちら、糸島さん、ムール貝の白ワイ、虫でございます。 坂本夏美リポーター、す、食いいい香りですね夏限定の人気メニュー、糸産のムール貝を使った白ワイン蒸し。坂本な美リポーター、いただきます。身がふわふわ、貝の旨味が詰まっていて、口の中いっぱい広がります一方こちらはパエリア。もちろん、島産のムール貝を使用。糸島産のムール貝を用意したメニューは、 8月下旬頃まで提供される、いう。新型コロナの影響で、客足が5分の1以下にち込む中、店も、ムール貝の料理を、売上会、のきっかけにしたいと考えている。アムール、薄いひろゆきオーナー、少しずつ取り扱っている、利点さんも出てきたので、ムール貝そのもの、食べる新しい文化を、カキと第二のブランドに、レバイーアクアグローバルフーズ、岡崎明、工場長、 コロナの影響があって、柿自体の売り上げが下がっている中、こうした、副産物がをに変わることはありがたいこと糸島の豊か、海で育つ黒い宝石。今後、地域を救う、新たなが、になるかもしれない、テレビ西日本。<music>